Hello, my precious friends. This is Dr. Kaz k i n o s t a 英語スピーキング上達教材 You can speak と英語発音習得教材 You can listen の開発者木下和義です。このチャンネルでは英語習得に役立ちそうないろいろなテーマについてあるいは私の個人的体験談についてお話しさせていただきます。今回のテーマは Leave 意味 Find, 意味 describe, 意味ですこの動画を見て面白かった、あるいは役に立ったと思われた場合はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。Leave, find, describe など一見簡単に見える動詞の意味を十分把握していない人が意外に多いことに驚きました。今回は これらの動詞の意味と例文を紹介したいと思います。まず leave、Leave この Leave という動詞は、自動詞の場合は、出発するという意味になります。I'm leaving for New York。私はニューヨークに向けて出発します。The bus leaves at 8am そのバスは午前8時に出発します。でこの Leave という動詞が、 他動詞として使われる場合は去る、やめる、何々のままにしておく、置き忘れる、何々を残していく、何々を残して死ぬ、任せるというような意味が出てきます。Leave the room immediately。直ちに部屋から出なさいという意味になりますね。I left my job a few months ago は 私は2、3ヶ月前に仕事を辞めましたという意味になります。Leave me alone といえば私をそのままにしておいてちょうだいあるいは干渉しないでくれという意味になります。I left my purse on the table 私はテーブルの上に財布を置き忘れたという意味になりますね。Are there any seats left for us? という英語では 私たちが座れる座席はまだありますかという意味になります。My father left me no money という英文ですと父は私にお金を残さずに死んだという意味になります。Leave it to me といった場合はそれを私に任せてくださいという意味になります。Find という動詞ですけれども Find は多動詞的使われ方だけされます。 意味は、えー、発見する、何々を見つける、何々であることを察知する、何々であることが分かるというような意味となります。あるいは、研究の結果、発見するという意味もあります。No one can find the box という英文は、誰もその箱を見つけられませんという意味にありますね。I found that she took out the file という英文ですと、 彼女がそのファイルを持ち出したことが分かったという意味です。I found the bed was comfortable という英文ですと、そのベッドは寝心地が良かったという意味になります。I found it difficult to move this table といった場合は、このテーブルを動かすの難しいことが分かったという意味ですね。Let's find a solution といえば、解決法を一緒に考えてみようという意味になります。 he was found not guilty という英文ですと彼は無罪であることが分かったという意味ですね、えー、次の動詞 describe の場合も、えー、多動詞的使,い使われ方だけしますね意味としては特徴を説明するとか言い表すということになりますね Can you describe the robber to us という英語ですとその泥棒について私たちに 話してくれませんかという意味になりますね。Words can describe it という英文では、それは言葉では言い表すことができませんというような意味になります。今回は3つの動詞の細かい説明になりましたが、英語を話す能力を身につけたければ、ぜひ英語スピーキング上達教材、You can speak をお試しください。Well?Did you get the point?I hope so. Thank you for your attention. See you again soon on this channel. Bye.